夢枕幕は日本の小説家、エッセイスト、写真家、男性。神奈川県小田原市生まれ。神奈川県立三北高等学校、東海大学文学部日本文学科卒業。10歳から小説家を志し、大学卒業後は編集者をしながら、作家活動と考えていたが、就職に失敗してしまい山小屋で働く。ペンネームの由来は、夢を食べるとされる。 伝説上の生物、バクと夢のような話を書きたいという意味がある。高校時代に同人誌で活動していた頃に使い始め、それまでに複数のペンネームを使い2年ほど経った頃に夢枕バクに落ち着いたという。作品については、本人曰くエロスとバイオレンスとオカルトの作家で密教的要素を散りばめたエログロの電気バイオレンスや、ひたすら、 男たちが肉弾戦を演じる本格格闘小説を得意とする。しかしながら、商業デビュー直後は、そのような得意ジャンル一本やりではなく、集英社コバルト文庫他で、少女向け小説やジブナイル小説なども執筆した。デビュー短編集、猫引きのオルオラネは、現在の作風とは大きく異なる、史上とユーモアを叩えた,た大人の童話風の一冊である。 安倍の生命を主役とした音明詩シリーズは生命ブームのきっかけとなった。また、漫画の原作となった作品も数多く、中でも、画廊伝は谷口二郎、板垣圭介、音明詩は岡野玲子、荒野に柔道国スは伊藤勢という実力派によって漫画化された。中でも、サイコダイバーシリーズは手を変え、作者を変え、 幾度も漫画化されており、アニメ化もされている人気作品である。夢枕自身も漫画マニアであり、テレビ番組、BS 漫画やはの準レギュラーでもあった。旅行や釣りが趣味で、ヒマラヤ登山や現状山蔵の歩んだ道を追体験するルート、アラスカの原野の,のり行きなどのハードな冒険にも挑んでいる。南米ペルーのアマゾン川源流域に長考した檻には、 現地ガイドに勧められて、ピラニアを生殖してしまい、アゴ口虫に感染したのではないかと現在でも心配、後悔している。ヒマラヤ登山を扱った著作に、神々の参礼がある。釣りに関しては、川の学校で講師を務める陶造系も深い。中でも鮎釣りに熱中しており、チンチン釣りを得意としていて、解禁日ともなると執筆意欲がそがれるほど鮎に焦がれてしまう。 ファン思いな面も強く、若いファンの過失を自らには、過失がないにもかかわらず共に頭を下げたり、ファンの不幸に関しては、見舞いや葬儀への参列も、苦としないなど、人格者と慕われている。子供はみんな、可愛いけれど、自分の子供が一番可愛いと発言したこともあるが、人間の本性として、ファンたちには理解された。本人は格闘技経験はないものの、 昔から熱心なプロレス、格闘技ファンであり、その方面の著作も多数存在する。空手道、ビジネスマンクラス、練馬支部では、格闘技経験のない中年男性が武道に出会い、体験する様をリアルに描写するために、モデルとなった大道塾に1日入門し、倒れるまで稽古に参加した。プロレス業界では、関節技の鬼の異名を取る藤原義明に実際に、 数十の関節技をかけてもらうなど、リアリズムの追求のための体当たりな取材で、格闘技ファンの間に人気が高く、格闘技関係の評論やエッセイも多い。また、K1 の提唱者のうちの一人でもある、オウムガイなどに代表される、螺旋をモチーフにした作品も多く発表している。数々の作品を手掛けるが、複数のシリーズを並行して執筆しており、一部の中編を のぞき現在までに完結した長編小説は少ない。これは短い話の予定で始めたシリーズの構想が、膨らんで長期化したり、さらに新たなシリーズを始めたりするためである。また、雑誌の都合による救済作品もある。本人曰く、残りの人生を逆算しても書き上げることができるか、どうか不安なほどの構想を抱えていた。そのため2008年に刊行された、 キマイラ審判の序文において一作書き上げたら次の一作を各執筆方式にシフトし2011年までにキマイラとガローデン及び音名詞以外のシリーズ連載をすべて終了させるという構想を語った別名義でも小説作品を発表しているまた俳句の投稿も別名義で行っていることが公表されている2018年春の放送にて 夢枕に、死守法相が授けられることが公表された。ありがとうございます。